音玉特別企画マックスナイトクレイユウキの人狼ハウスで人狼やってみたメンバーで人狼が始まります。確かに、私から時計回りで自己紹介したいと思います、リアルで、こんな感じで人狼をやるのは、人生で3回目ぐらいなので非常に緊張しております。マックスの内です。お願いします。どうもクレイユウキです。よろしくお願いします。そうです、人狼は初めてでございます。さっき練習でやった時に顔に全面的に出てしまったので、それをどんだけ飲み込めるかが勝負かなと思っております。頑張りますんでよろしくお願いします。お願いします。ウバンクのミックスです。人狼はブルちゃんとよくやってます。村井さんとはあんまりやりたくないです。よろしくお願いします。アップバンクのブリダイコンです。よろしくお願いします。ここにいるミックさんをかき回すのが大好きなので、皆さんこの人には利用注意です。強靭だ強靭、リアル強靭。私は嘘をつけませんのでよろしくお願いします。おろおろ。はい、アテンションプリーズ。ノーゲームノーライフ全オタクの味方、パスポキャプテン白担当アイポンこと根岸愛です。ゲーム大好きなんで、おそらく人狼も大丈夫だと思います。よろしくお願いします。原宿発アイドルメイリンこと橋間メイです。よろしくお願いします。はい、人狼初めてです。初めて人狼、お願いします。お願いします。はい、サンミュージック所属のサンミの長谷川玲子です。人狼は何回かやったことあるので頑張ります。よろしくお願いします。はい、キュートの岡井千里です。人狼ゲームはお酒を飲んででしかやったことないので言うんだそれシラフでやるので、しゃだれなくち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 ゃ飲んでないんで、よろしくお願いします。ガールズバンドサイレントサイレンのドラムのひなんちゅです。人狼ゲーム初めてで、さっき説明受けた時もちょっとまだわからないことがあったんですけど、人を疑ったりすることが多いので今日は大丈夫。はい、じゃあ以上リハーサルじゃんやらなくていいんだよ。今すごい声張ろうと思ってたら恥ずかしくて行きますよ。ウォッチ君のハートにレボリューション様、宇宙海賊のガールズです。よろしくお願いします。今回の企画はクレイユウキさんが主催で行っている音玉という音楽フェスに出演するメンバーや、アップバンクおなじみのメンバーを交えてでの特別企画となり、ます。はい、初めての人狼が知らない人でも一人でも集まったお客さんでみんなと人狼ができる。ぜひ皆さん、人狼やりたくなったら人狼ハウスまで来ていただけると嬉しいと思います。それでは、早速役職のカードを皆さんにお配りしていきたいと思います。緊張する。これ顔に出ちゃい出ないように気をつけないで一番出やすそう。せーの、夜の時間からスタートします。では皆さん、恐ろしい夜がやってきます。皆さん目を閉じてください。目を閉じてください。まずは人狼のカードを引いた方、目を開けてください。今回人狼さんは2人います。作戦会議がありましたら今のうちにハンドサインを使って作戦を立ててみてください。次に占い師のカードを引いた方、目を開けてください。占い師さん、本日は、人狼以外の一人を私が、今から教えます。こちらの方は、人狼以外人間白判定の出る人ですね。確認できたら目を閉じてください。次に霊能者のカードを引いた方、目を開けてください。確認ができましたので目を閉じてください。次に騎士のカードを引いた方、目を開けてください。今回騎士は連続声ができないので、守る人は気をつけてください。それでは目を閉じてください。では次に狂人のカードを引いた方、目を開けてください。狂人さんは目を開けてください。確認ができましたので目を閉じてください。それでは全ての役職確認終わりました。皆さん目を開けてください。本日の議論の時間は8分間でいきたいと思います。それでは議論スタートです。おはようございます。おはようございます。さあ勝ちましょう。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 どっち側の発言か分かんないです。人狼の野郎を捕まえて勝ちましょう。
全然誰も喋ってない。まあ、ね、してる価値がない。まあ、この人数なんでね、占い師も出れないですよね。じゃあ一回ちょっと聞いてみますよ。人狼の人手だけ。これいないやっぱり。やっぱりない。ここ出ないでしょ。逆にでも人狼の人って言われた時ピクってなったらそれはまた怪しいですね。怪しいですね。そんなわかりやすいです。そんなわかりやすいです。そういうクレイさんと僕ですか、うん、クレイさんは結構顔に出やすい方、顔に出ると思う。どうなんですか今の心境は。俺人狼じゃないよ。あ、なんかでもさっきよりもちょっとなんかリラックスしてる感じでしょ。わかる、そんな感じ。違う感じがした。なんか自然です。自然な感じがした。ちょっと待って、なんでその俺こう短時間で会ったの人じゃないのに。うわ、こうまた一人ずつにね、そういうの回るはずなんですよね。そうね、じゃあ、あの前やったことがある例なんですけど、うん、隣の人、左隣の人だけに自分が能力を持ってるか持ってないかを言っちゃうんで、隣の人だけですよ。おお、まずはね、そんなことあるんですか。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。そんなことあるだけで、これは強制じゃなくて、でもそれ例えば自分に役職があっても、はい、その別に言わなくてもいいってこと、うん、言う体だけど、まあ、言わなくてもいいし、ね、だから人狼の人は嘘つくなら今のうちなんですよ。狂人の人も嘘つくなら今のうちなんですよ。でもそれ結構危ないと思って、逆に占い師の人が、うん、人狼の人に能力が持ってるって教えちゃう可能性もあるんで、そうだね、占い師とかその霊媒師とかの人がいたら、うん、その人は嘘ついて、まあ、ただ占い師って言ってもいいってこと、うん、確かに確かに、うん、今ちょっと嫌がったから、なんかちょっと人狼臭い気がするって言われたから。クレイさん、クレイさんはあのマックス村井さんと同じで、僕のことをなんか人人格化してね。大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。いきなり消えると結構寂しいからね。いや、これ多分ね、1回目ね、1夜目でいなくなっちゃうと、うん、墓場スペースに送られるんですけど、多分30分から40分ぐらい、何もすることがない、だから必死で生き残らないと、うん、やばいな。よし、まあでも僕は今の発言は、うん、あの村人側の発言ですからね、うん、人狼に能力知られたら、うん、あの処刑の対象にされちゃうんで、うん、僕あんまり、いきますか。この瞬間結構膠着状態が続いているけれども、じゃあ残り時間5分間です。5分は一旦じゃあやってみます。でも一人その反対がいるんだったらやんない方がいいかもしれない。ただこのまま動かすには全然それはありそうだよね。でも嘘ついてもいいんだもんね、それって。そう、嘘ついても全然いいでしょ。ノールールの感じがすごいんだね。何やってもいい、何やってもいい。人狼に言っちゃったらやるしもんね。ただ、そうか。でも逆に人狼の人はなんて言うんだろう。だからそれを多分見たいんだよね。なるほど。人狼の人は嘘つくなら今の方が、人狼の人は占いですね。後々人狼が優位です。人狼の人は確実に村人ですとか、役職があったり。これは能力持ってるか持ってないかでしょ。持ってるか持ってないか。とりあえずこの村のために進めます。そうですね。もうあと多分4分か3分しかないですよ。これ、異性のだったらでも、みんながそれぞれに言っちゃうと言えないじゃないですか。順番にドミノがバラバラバラって言っていく感じ。あ、そうです。あ、はい。じゃあこのリアクションも周りは違う。あ、待ってやってください。あるかないか、あるかないか、この次の場合、こういう展開の時って、はい、次はどういう風にカミングアウトというか、どうやってやっていくんですか。残り時間3分間です。これはあの左の人しか知らないじゃないですか、うん、左の人の右側の人が死んだった場合は左の人が怪しくなるんですよ、それぞれの。でもそれ言っちゃったらそれを警戒して、うん、もしかしたらね、そう、逆にだから人狼の人はあの人を怪しませたいと思った人の左隣の人を処刑したら、まあ、それっぽくなっちゃう可能性はある。まあでも最初なんで、まあね、まあ、今の一旦、まあ、なんか心の隅に、うん、これ一夜目はなんかこんな感じで割と雰囲気で決めちゃう感じで、かわいそうこれ。何も話せないのではありません。逆に言うと消した方がいい、ね、逆に言うと村人の方は、うん、まあそっか、いやでも
より怪しい人を消した方がいいよ、もうちょっとなんか炙り出す方法が何かないのかみたいな。ちなみに今の質問で隣の人はあるって言ったよって人は、え、それ言ったの意味なくなっちゃう、意味なくなっちゃうけど、もうその左隣の人、じゃあコウさんは何て言ったんですか。僕ないよ、僕まっさらな自分で言うんですね、そこは純真僕の、本当に、まあね、僕が村人だった、ただの村人です、ただの本当に。でも嘘ついてる可能性もあるんでしょ。ないです、本当に僕嘘ついたことないの今。嘘ついたことない、これ怪しくないんだけど、まあ、やべえ、殺されたら殺されます。一夜目は特にちょっと女子がね、ちょっとね、ちょっと口数今回少ないからちょっと怪しい感じが、避難中だって一言も喋ってない、ちょっと今探り探りみんなの話を。いや、そう一緒なんだよね。あの人狼、もし自分が人狼だった場合はそのないってことですよね、能力が。そう、能力ないって言うと思う。かも嘘ついてあるあるって言ってる可能性もあるんだよ、怖い。嘘って言って、 あるって言って次の時に、占い師ですって出てくる可能性もある。あ、これとか一瞬間でやばい、やばい、やばい、まあ、そこはあんまり関係ないです。ただ占い師がそこの場で2人出てきたら、うん、もうすでにどっちかが人狼か狂人かってなるんで、うん、でも狂人はとりあえず今絶対嘘ついてるはずなんですよ。あ、でもどうだろう、まあ、わかんないね。あ、狂人らしい人もいない、狂人もいないからね。これだから占い師なんてカミングアウトした方がいいんだよ。いや、危ないかな。もう、まあ、誰も役職行ってない時に言うと、うん、最初の処刑で狙われちゃう可能性があって、うん、あ、そうか、そうか、そうか、キスが連れてくれるので、そうか、もうわかんない、もう終わっちゃう、残り30秒でやばい、ね、これどうやって投票先を決めればいいんだ。もうインスピレーション今じゃあ軽く誰が怪しいかぐらい一人ずつ言ってきます。まあそうか、軽く軽く残り30秒ぐらい。10秒前です。事務所に来てない、もう一回前です。ゴージャス、はい、ゴージャス、3、ミックス、ミックス、絶対僕は村人です。あー、終わっちゃった。それでは議論時間終了となります。処刑の時間となります。本日立候補で自分から投票したいという方はいらっしゃいますか。はい、では長谷川さんからミックスさん、最初ゴージャスさんかなって思ったけど、今誰かにミックスさんって言われた時にとっさに俺は村人って言ったから嘘ついたのかなってとっさに。わかんない、おお、すごすぎる、すごすぎる、これなんか怖すぎて、ちょっとゴージャスさん格好が変だからなんか飲まれてます、なんかごめんなさい、なんとなくしかないっす、うん、私はミックスさん、はい、ミックスさん、やだ、なんで番組言うんですか。まあ、特になければ、あれば言ったら大丈夫です、とりあえずないです。これじゃわかんない、マジでこれ村人、本当に村人だったらマジかわいそう、かわいそう。でもこれ散らばるよりも一箇所に集中した方がいいんだよね、最初はね。うん、散らばってどうなるんですか。散らばったらなんかまた決戦投票、同数だったら決戦投票、同数一回でもごめん、ミックスさん、はい、私の中でミックスを指すような決め手もないんですけど、うん、このままミックスに流れ込んだとしてもなんか私の一票で結構決まっちゃいそうなんで、分散の意味も込めて分散する一夜目ゴーです。あら、あ、なるほど、難しいっすね。いや、難しいっす、めっちゃ難しい。決め手がないですよね、本当にない、勘ですね。じゃあ、多分男性陣が女性陣を指しづらいっていうところの突破口を開くために、うん、全然気にしないでください。確かにね、ゲームですね、意味も込めて、なんとなく一言も喋ってないメイさん、メイ、あ、こういうタイプは難しいですよね、はい、僕は正直3秒集まってるんで、で僕村人なんで、別に僕ここで処刑されても役職ある人が残ってくれればそれでいいんで、うん、そういう意味では僕、クリコ・コウさんに頼みます。どうするだろう、ブラビットです、うん、私もちょっと口数が少なかったと感じているのでメイさんに、あー、入れます。うわ、最後めっちゃ、あれあれ、でも、お、私はなんか一番喋ってたのがミックスさんだったから、人狼もしくは狂人のどっちかかなって思うんで、うんうん、
一応ミックスされた。チーン。あと1票すべきもありますね。ああ、そうよ。めっちゃ休むじゃん。めっちゃ見てる。凝視してます。ミックスさんで。もしこれで違ったら本当に申し訳ない。ということで本日最多得票のミックスさんが処刑となります。最後村のみんなに何か言いたいことがあれば融合を取ってください。まあ、僕目線で言うと最後に村人ですって言っちゃったのは、まあ、失敗だったなと思ってそうやって怪しまれるのは、まあ、僕の中では、まあ、もし人狼であれば怪しまれる発言はしないと思うんで、まあ、人狼だったらあそこは黙ってると思うんで、まあ、僕は本当は村人で、まあ、ただ票が集まったことに関しては、まあ、あのここで変に占い師とかあの霊媒師が残ってくれたんで僕はいいです。あ、はい、あら犠牲になるほど。 あら、あとは占い師とかの方が最後は村人っぽい。ごめんなさい、君たちはどっちか分からない。それでは奥さんを処刑しても夜はやってみます。皆さん目を閉じてください。目を閉じてください。ではまずは占い師のカードを引いた方、目を開けてください。本日占いたい方を指定してください。こちらの方でよろしいですか。こちらの方でよろしいですか。そちらの方の結果が人狼ならこちら、それ以外ならこちら、結果の方はこちらになります。それでは目を閉じてください。次に霊能者のカードを引いた方、目を開けてください。先ほど処刑されたミックスさんの結果が人狼ならこちら、それ以外ならこちら、結果の方はこちらになります。それでは目を閉じてください。次に騎士のカードを引いた方、目を開けてください。本日守りたい方を指定してください。こちらの方でよろしいですか。こちらの方でよろしいですか。よろしければ目を閉じてください。では最後に人狼さんは目を開けてください。本日襲撃したい方を指定してください。こちらの方、こちらの方でよろしいですか。よろしければ目を閉じてください。それでは恐ろしい夜が明け、朝になりました。皆さん目を開けてください。本日無断の姿で発見された方はいませんでした。おお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 は生きてて守った。守った。騎士も殺されることはあるのね。だって騎士は自分のこと守れないから。守れない。ああ。どうしたんですか。今みんな一斉に騎士が守ったって言ったから、うん、その人は人狼でないっていう。間違いなく人狼ではない。あ、私ですか。え、私？え？え？どういう意味ですか。ですか。うん、さっき死んだ人は絶対に、うん、あの騎士じゃなかったってことですよね。おー、そうですね。そう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 。今いますね。じゃあ、はい、すごいって言ってた人は人道じゃないってことですよね。守った、そういうわけじゃない。え、みんなそういうふうにをするから。だって、この人数いて1人を当てて、うんうん、お互い、なんていうのかな、人狼が指さした人も騎士も指さしたってことなんですよ、うんうん、まあ、そりゃすっごいタイミングがいい。そう、すごいタイミングがいい。残り時間5分間です。おー、やばい。でもあれですよね、占い師の人は誰か占ってる。確かに、そうだね。しかももう2人多分分かってるはずだ。そうです。でもさ、占い師が今出ても1回目だけは人狼を見たなら言ってほしいね、うん、そう。てかむしろその霊媒師は人狼だったかどうか分かるってことだよね。あ、分かる、うん、でもそれまず言えないのか。そうか、でも占った方がいいか。まだ、まだこんだけいたら、まだ人数がね、うん、でも人狼が分かってたら言ってもいいと思うけど。人狼が分かってたら、だって1日目は、1日目はだって絶対騎士が守れるから。うん、強人も言ってくるかもしれないね。確かに占い師いたらね、確かに、うん、でも占い師まだ見てないのかな、うん、人狼見つけてない、人狼見つけてないのかも。じゃあ人狼を見つけてる占い師か霊媒師がいたらってあげてもらえますか。
そうだね。でもその人にもよるよね。まだ言いたくないって思うし、死にますか。霊媒師だってもし人狼だったら多分言ってる気がするな、うん、もう一人消えるのだ。めいちゃんはどう思う？私も気になっちゃう。ちょっともうなんか初めてで混乱しまくってズバリ、あーダメかな、聞いちゃう。めいちゃんは人狼役職はありますか？なんか聞いちゃダメか。ないあ、でもない、ない、で私も左隣でないですよって聞いてるから、うんうんうん、多分村人ですってなるんです。怪しい今ので怪しい言わないと思うよ、絶対。どっちでしょう、まあ、でもまあね、あんま疑っちゃったまだ分かんないめいちゃん的に一番今誰が怪しいですか？私ですか？勘で大丈夫です。なんちゃって。あ、でも私はメイリンさんすごい怪しいなと思って。あ、お互いさん、バトルは。だからどっちかが人狼か、どっちも違うかっていう。どっちかが人狼、どっちか、どっちか、え、違う。残り時間3分間でも私はすごい直感みたいな感じで何がとかじゃなくて、なるほど、直感で。避難所とメイさんが一番喋ってない気がするけどね。いや、初めて。確かに初めて。俺も初めてだったけど。ないです。役職はない。役職ない、はい、うん、ないって言ってた。ない、うん、なるほど。どうしよう、進む、どうしようかな。でも霊媒師の人出てきちゃった方がいいんじゃないかな。霊媒師だけですか？占い師も。でも人狼知らないのに出てきたら絶対負けない。騎士が守ってくれるから。時計を進めましょうか。じゃあ物語だけだよ。私がじゃあ進めましょうか。え、何よ。私は役職持ちです。おお、どっちだ、何よ、なんだ。いいんですか、物語が進みますよ。どうぞ。占い師です。おお、もうすでにこの中で2人私は知るを知っています。でその前に、言う前に、はい、うん、私こそが占い師だっていう人はここで出た方がいいかもしれない。そうですね、うん、偽物、偽物かもしれない。残り時間2分間です。あなた嘘つきですね、本当に。お前バレますよ、その嘘は。あ、違う、一応、一応さっきあの耳打ちで役職ありますとは言いました。役職のことで、じゃあ、あれ、もう終わった、時間だ。じゃあ先に言ってください、先に言ってください、はい、先に誰が白だったか。え、ぶっちゃけ私は結構もう二人もうすでに分かってるんですけど、見えていて、はい、メイリンと長谷川さんは白です。1夜目で指導判定がメイさんで、まあメイリンで、うん、私が1日目、1夜目、うん、2夜目かな、占ったのは長谷川さんです。なぜかというと結構ガンガン進めてくれたんで、うん、この方がもし人狼だったとしたら怖いなと思って占って白でした。なのでこの人は白です。え、これ時間1分です。だから嘘つきです。嘘つきです。だって違う、だってあれじゃないですか、だってその前にブリダイブリダイ、1日目はゴージャスを占って村人でした。で、2日目は長谷川さんを占って白です。ここは仲間です。あ、白白白か、白白ってことで、静かもいい、静かもいいよ。なんで、うまいのかな、わかんないね。特段じゃ人狼も見つけてない。新しい人も何もないやん。どっちかってことだよ。どっちかが本物で、もしかしたらの、もしかしたらどっちも偽物の可能性もあるんですよ。狂人と人病が間違って占い師って言ってる可能性もなくはない。狂人かもしれない。本当の占い師でも、どっちかもしれない。狂人はここだよ。それ見た目よく当たりましたね。見た目だそれ。よく当たったじゃん、よく当たったじゃん、普通に占ったよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。落ち着いて、みんな落ち着くんだ。怖いよ。何もう。それでは本日の議論時間終了となります。本日立候補で投票したい方いらっしゃいますか？あ、はい、私は本物の占い師です。うん、本当に信じてほしい。うん、村井さんは完全に嘘つきです。お、村井さんに1票入れます。だって嘘ついかないって言ったら2人がこうやってなっちゃう。まあ投票者だけが発言します。自分のタイミングの時に発言になってます。普通違いますよね、こういう場合は。喋っちゃね。正直本当にどっちか分かんないんで、もう、とりあえずもう皆さんに票を任せる意味で、
あの V 大根さんに1票入れておきます。はい、うーん難しい。でもいきなり話し始めるってちょっと怪しいので村井さんに。あら、私はV大根さんで、村井さんはあの自ら名乗り出るのは結構リスクが高い中言ってくれたのをと、あと霊媒師が残ってたら、まあ、どっちかがいなくなっちゃっても結果が見れるので V 大根さんにします。私はマックス村井さんで、あのタイミングで話し始めたのはもうね、うまいなって思いました。あ、そっちか。でもどっちもあります、ね、ありますね。でもどっちも多分レイカちゃんを指すのは当たり前なんだよね、あんだけ喋ってるから、ね、だからそうだから、ね、なんかじゃあ村井さんで3名目はもう入れました。やだ怖い、何もつかなわかんないよ。私はブリ大根、なんかすごい嘘つきますねみたいなのがすごいちょっと嘘っぽいというか気になりました。僕はあの、あ、村井さん占ってくれて、あ、ね、占って村人だっていうふうに出てくれたから、うん、それ当たってるから、それは当たってるそれは当たってるから、私も当てられるんですよ。いやでもそれはでもそれは直感で言ってることじゃないと僕は思ってた。なるほど。はら、いやでも今日ここで村さんいなくなっちゃうとあれかな、寂しい、寂しい、チラシさんも。いやこれ今もほら悪魔のささやき。いやでもこれちょっといかないとダメ。いやいやもう全然パイセン、ね、パイセンの意思。村井さん、村井さん、本来であれば村を守るのであれば別の人でグレーな人とか影響のなさそうな人を消すべきなタイミングだと思うんです。ここで占い師候補の人を消さなくてもいいと思うんですけれども、もうすでに4票入ってるんで、うん、私はブリちゃんに入れざるを得ない状況になってしまいました。ブリちゃんに入れます。まあでもここで決まるんですよ。ここで決まるんですよ。あー、ここだ、ここで決まるんですよ。あーすごい重要なんでこれやばいよ、一番嫌な場所や。何を信じていいかですよ。なんか二通りの考え方があって、そのどっちともタイミングが絶妙で、あの村井さんが発言したタイミングってよっぽど自信がないとあのタイミングで発言できないんですよ。それは自分が人狼であっても勝てる自信、もしくは自分が人狼ではない自信のどっちか。ただそこでカウンターでブリ大根さんが入れる必要がなかったんですよ。あそこで嘘ですねっていうのは確実に人狼だって分かってるからの俺はプレイだったような気がする。って意味で村井さん。ということで本日の最多得票はマックス村井さんとなりましたので、最後誘導をどうぞ。対戦はこういう感じで人を信じちゃうともうすぐ人狼に食い殺されてしまうと思うよ。村井さん、村人だったのか。謎めいた。いや対戦って結構決まっちゃったな、決まっちゃったんじゃないかなと。非常に残念です。ブリちゃんの言うことを信じると大変なことになるので、皆さん頑張ってください。どっちだということで、マックス村井さんを処刑しても恐ろしい夜はやってきます。皆さん目を閉じてください、目を閉じてください。ではまず占い師のカードを引いて片目を開けてください。本日占いたい方を指定してください。してないと時でも空を見上げ歩くから笑っちゃうくらいに孤独に巻きすぎ